皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まれ動物の森やっていきましょう。あれ、なんか呼ばれた。ん、ちょっとね、整備とかしてたんですけど、森いっぺんに呼ばれました。いきなりだけど、このアンスリウムもらってほしいんだ。もし使わなかったら他の子にあげてもいいよ。引き取ってくれて助かっちゃった。売らなくてよかったですか？アイドルごっこはちょっといいけど、話を聞きたいかな。どことなく上品だなと思ったの、チャイナドレスのせいかな。ちょっと緊張しちゃうじゃん。あたい、あたくしもお上品にトークしなくちゃなのだわよ。なんか違うくなってる。変だわ、なのよ。やっぱダメだ。背伸びはできないよ、ピエン。かわいい。他には何かありました？今日はローランさんが来てるよ。あ、今日ローランの日なんですね。まだ会ってなかったので探しに行ってこようと思います。ローランいない。あ、いた。なんか最近この辺にいますね、ローラン。それでは教えてもらったので、今日はローランから家具じゃない、壁紙、床、ラグ全部買って、どんなの持ってきてるのか見ていこうと思います。可愛いのがあったら他の住民のみんなにもプレゼントをしようと思います。それでは SML 全種類に不思議な壁紙、剣も含めて不思議な壁紙と不思議な床、2枚ずつ交換をしていこうと思います。はい、帰ってきました。ではちょっと片付けをして、どんな感じのラグなのか見ていこうと思います。今ちょうど前回もらったやつを置いてたりしてたんですよね。なんか上じゃなくて下を片付けたかった。よし、はい、じゃあやりましょう。一番最後のアイアンな玄関マットはちょっと違うので収納します。まずは嵐の夜の壁、これをもらいました。わ、すごい、雨降ってる。雷とか鳴るのかな。そんなことはないの。あ、鳴ってる。え、怖っ。びっくりした。え、こういう感じの夜景の壁って4号のお家がこんな感じなんですけど、そこ晴れてるですよね。これ初めて見ました。うわ、これ面白い。では次、こっち、小雨の降る壁。あれ、なんか雨ばっかりなんだけど、あ、これかわいい、これかわいい。立体がありますね。なんかアジサイのところの向こう側に落ちていってる感じがします。え、めちゃくちゃかわいい。これすごく好きです、こういう雰囲気。いいね、いいものもらいました。これすごい。へえ。じゃあ次です。次は、床板行きましょう。荒野の床。おお、荒野ってことだから、あの水気がない感じの床になってますね。次、もう一個もらったのがハイウェイの床。ハイウェイの床、道路そのままなんだ。なんかバンタムとかこういう床好きそうだけど、これはあれかな、さっきの一番最初の黄金の床のままにしときます。これ周りのやつがすごく可愛いな。では、今回の S マットはカーキでした。これね、結構出てくるんですよね、カーキのシンプルマット S で。 M サイズがこれかな、黄色いラウンドマット M。 ほんとシンプルなラウンドマット、こんな感じです。ちょっと毛っぽい感じのイメージ出てますよね。これも可愛い。じゃあ次、 L サイズ、黄色いキリムのカーペット。お、もうちょっと前に私が出ないとかな。黄色いキリムのカーペット、これも可愛いですよね。キリム系って持ってるかなって思ってたんだけど、どうだったかな、ちょっと確認します。あ、緑
緑のキリムのカーペットを持ってますが、私黄色持ってないみたいだから、これ初めてもらいました。黄色も可愛いね。ちょっとね、試してみたいのがあるので一回やってみようと思います。あのラウンドマットのこの黄色と、ちょっと端っこになっちゃうけど、と、月の、なんか、あ、色味はこれぐらいの違いがありますね。濃い方の色にちょっと近いんだ。イメージって多分同じぐらいのサイズなのかなと思って今出してみました。これサイズ一緒ぐらいですね。どうしよう。これなんかね、ここ丸いのであんまり置きたくないだよね、この床の上。わがまま。はい、ということで、いろいろ見てみましたが、キリムのカーペット。これは1個もらっとこう。で、カーキシンプルマットは誰かにあげるにして、嵐の夜の壁。これ貴重なのかわかんないけど、どなたかにあげようかなって思います。この白いメトロタイルも誰かにあげちゃおうかな。荒野の床と、あとハイウェイの床もあるので、こちら、どなたかに置きに行こうと思います。まあ、魚拓とかはちょっと一回。スツールはあげてもいいかも。チョコレート、記念でもらったやつなんですよね、これ。なので、この辺は収納してわかんなくならないようにしていこうと思います。あとこの、4号の誕生日の時に1個、迷った挙句やめた書斎の椅子。これも住民のみんなにプレゼントしに行ってきましょう。どんな反応なのか楽しみです。よし、ここから行こう。タツオのお家って下泥っぽいやつなんですよね、確か。荒野の床なのかな？あ、違う、泥だね。もらってくれないかな？ここ、荒野の床。あんまり変わんないけど、イメージは一緒だから好きかな。これで、ほら。どう？どんなものだって嬉しいよって言われましたね。あ、白いペイントフローリング持ってるんだったらそっちにしようよ、タツオ。あれ？もらっちゃった。フローリング。あれ？フローリング渡してフローリングもらうなんて、初めてかもしれないです。次。誰かいないかな。お家回ってった方が早いかもしれない。あ、のりっぺがいた。のりっぺのお家はラグかな。これかも。ちょっと大きいけど、これ多分ね、黄色いと思うんだけど、どう？センスある、ありがとう。半袖ワイシャツもらいました。服だった。ありがとう。なんか丸いやつ可愛かったよね。あれもちょっと買ってくればよかったかもしれない。筋トレのセバスチャンのところはどうしましょう。筋トレのセバスチャンのところは、はっ、メイちゃん、メイちゃん、めいちゃん、プレゼントしましょう。どうしよう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 。嵐の夜。いや、なんかめいちゃんのプレゼントのあれがない。いや、書斎の椅子しかダメじゃん。ごめん、めいちゃん。お預けですね。ごめんね。ごめんね、もっと可愛いやつを用意してくるよ。これいらない？そう、カーキの玄関マットのこれを。シンプルマット S 敷いてもいいと思うよ、セバスちゃん。水玉レインコートをいっぱい持ってる。いっぱい持ってる。そっか、床とかならあれなのか、ラグ系だったらもらってくれるかな。あんまり高いものじゃなくて申し訳ないんだけど、メイちゃん。あれ、あ、よかった、喜んでくれてる。駅伝の服、これ最近住民のみんなから結構もらうんですけど、今日あの
今日チャイナ服なんだけど、どう？セバスチャンの家でリラックスしてるんですか？本当に隣…そうなの？あれ、まあいっか。まあ仲いいことはいいことだよね。うん。よっしゃ、次バンタムいないかな。あ、ラムネちゃん、ラムネちゃん、ラムネちゃんのアタンの巣いるかも。あー、大丈夫かな、これで。これちょっと私の部屋に置いてちゃったやつなんだけど。あ、いいのいいの、喜んでる喜んでる感じ。よかった、ありがとう、嬉しい。コックさんの服ありがとう、持ってるけど嬉しい。もうラムネちゃんからは何されてもめちゃくちゃ嬉しいになっちゃうからな。間違ってますね。あ、いた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 。バンタム、ハイウェイの床板使わない？そう、今これ今ガレージの床になってるでしょ。走り屋にはいいんじゃないかと。渋い、やった。パイン柄アウトドアハット、パインのアウトドアハット、あれ、それ初めて見る。ちょっとなんかね、帽子多いんですよね。あ、かわいい、あ、これかわいい。センスさすがだな、バンタム。バンタムくれるの大体かわいいんですよね。サッカーのユニフォーム本当にね、かっこいい。こういう感じのシンプルイズベストだけど、ちょっとかっこいい感じをバンタムにはプレゼントするようにしてます。お団子頭に変えて、嵐の夜の壁でしょ。嵐の夜の壁4号かな。今晴れてるもんね。雨の壁いかがですか？もうね、好きだとは思うんだけどな、似たような感じの壁紙してるから。あ、よいよい、よい感じですね。パープル迷彩の床、あれ、床が来た。あれ、ありがとう4号。これはいいことなのかな。書斎の椅子が誰の手にもいかなかったんですけど。また余っちゃった。というか、結構いろいろもらっちゃいましたね。これ床板とかも今もらいましたよね。これもちょっと確認しに行きましょう。こんなになんか床系とか壁紙系をもらうと思ってなかったのでびっくりです。いつも家具とか服が多かったんですけど、みんなのくれたやつが見てみたい。うん、アジサイのちょっと雨が降ってる今の可愛い壁紙に合うやつってないのかな。何が合うかな。ここ黄金だってイメージちょっと違うんですよね。では引いていきましょう。白いペイントフローリング貼る。あ、本当に真っ白だ、シンプル。これ初期のやつじゃないね。次、パープル迷彩の床。わ、ほんと迷彩柄だね。これすごいね。で、白いメトロタイルの壁。これ私持ってたやつじゃん。もらったやつじゃなかったですね。何にしとけばいいんだろう。これに合う床板ってなんですかね。黄金？黄金の色がこれでなんか揃っているのかがちょっとわからないな。ダークな寄せ木。今結構変わり種がありすぎて難しいですね。あ、これか。そんなことない。これ結構合いますね。さっきのダークな寄せ木はこれだと暗くなっちゃうんだ。私はありかなって思ったけど、こっちの方がなんか映えますね。
ロビー、イースター。あ、イースターはなんか色が一緒になっちゃう感じがする。スカール、これもちょっと違いますね。これかな、アーチレンガの床にとりあえずしておこうかな。はい、ちょっと外っぽくなっちゃいましたけど、壁紙としてだとなんかあの庭っぽいイメージで可愛いかなって思ったので、しばらくこれにしておこうと思います。まだあれなんですよね、あの地下できてないので、地下ができた時に黄金系のあの星座家具とか置けるようなスペース作ろうかなって思ってます。はい、ということで住民のみんなからまたもらった床板とか壁紙系を見てみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!